とことんやりこむ。どうも、なおちんです。さあ今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はゼルダの武器全部で6種類あるんだけども、その6種類すべての隠された刻印を紹介します。それでは早速行ってみましょう。ではまずはこれですね。古代の拡張パーツ、一番最初に持ってる装備になるんだけども、隠された刻印は戦闘で獲得経験値 11% アップ、そしてハート 30% 以下の時にダメージが 18% アップ。どっちとも結構微妙だよね。まあこの2つがついております。では続いてはこの装備、古代の強化アダプタ。ついてる刻印が近くの宝箱を感知可能になる。そして2つ目、必殺技ゲージが溜まりやすくなる。2つ目の必殺技ゲージが溜まりやすくなるのは嬉しいよね。これはいいとしよう。でも一番最初についてる近くの宝箱の感知、これなんだけども、もうすでに攻略サイトに宝箱の場所って記されてるのよ。なので今となってはほぼいらないスキルかな。まあこの2つがついてます。次はこれだね。古代の誘導パック、1つ目が近くのコログを感知可能になる。2つ目が注目中の敵へのダメージが 11% アップする。コログはいらないね。コログも同じく攻略サイトに載ってるんで今は必要ない。でももう一つのスキル、注目中の敵へのダメージ 11% アップ、これはめちゃくちゃいい。これがついてる武器は他にもあるんだけども、やっぱりどれもこれは強いのよ、間違いない。続いてはこれ、聖なる弓矢。ついてる刻印は回復アイテムのドロップ率が 33% アップ、そしてもう一つ、ハート満タンの時にダメージが 3% アップ。回復アイテムのドロップ率は 33% でかなりいいじゃない。でも攻撃のねダメージ 3% か。せめてプラスが1個ついてればもう少し上なんだけども、ちょっとこれは微妙かな。でも回復アイテムが出るってのはなかなかいいと思う。さあそれでは次行きましょう。封印の弓矢、ついてる刻印が回復アイテムの効果 13% アップ、そして必殺技ゲージが 10% 溜まりやすくなる。回復アイテムの方はちょっと微妙かな。でも必殺技ゲージが 10% 溜まりやすくなるはこれはなかなかいいかなと思う。できれば回復アイテムじゃなくて必殺技のダメージアップとかそういう方がマッチしてたかな。それではこれが最後だね。光の弓矢、ついてる刻印が状態異常にならない。そしてもう一つ、与えたダメージを一部吸収しハートを回復する。どっちとも最高のスキルだね。最高のスキルが2つともついてるってことで、この装備はめちゃくちゃいい。はい、ということで今日はゼルダの装備全6種類あったんだけども、全ての隠された刻印を紹介してみました。まあ俺が見た感じで聖なる弓矢一択でいいと思いますが、どうでしょう。では他のキャラクターの隠された刻印も出してます。それもチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。